僕はギルドマスターになります。彼がそう言って半月、この日がやってまいりました。どうもてっちゃんです。本日はね、ギルドメンバーの募集をさせていただきたい。前回は1ヶ月も経たないうちのまた再募集なので、集まるか分かりませんが募集をさせていただきたいと思います。まずは先月の報酬から見ていきましょう。うちがどんぐらいなのかということを。238、ありがとうございます。ここんとここれくらいのランキングで落ち着いてんのかな。238ね。はい、というわけで、ギルドメンバー2人募集させていただきたいと思います。先ほども言いましたが、一人は、ギルドマスターになりたいという野望がありますので、心よく背中を後押しさせていただきました。そんな彼が去り、そして一人は引退者ですねが出たということで、二人枠があります。でちなみになんですけど、たまたまなんですけど、昨日の、ランクマッチの動画だと思うんですけど、コメントで空きがあれば入りたいですって方が一人いらっしゃいました。あれタイミング良すぎない？あの方、まあ、あの方がこの動画見てくれてればもちろん、加入申請してください。はい、まあその前にね、うちの、まあ、紹介文というものを紹介させていただきたいと思います。YouTube に動画投稿していますので、プレイヤー名が出るかもしれません。いいね、ジム割り、チャット共有なし、出入り自由となっておりますので、皆さん、ふるってご参加くださいと。まあ、私のチームをね、踏み台にして、上にのし上がってもよしと。それから結構意外とですね、ギルドに所属したことがないという方も、参加していただいたりしています。なので、まあ最初にね、入るには結構、うちなんかうってつけじゃないですか？ねえ、ねえみんな。はい。というわけです。で、それと、ここの紹介文に書き入れなかったんですが、一個だけ補足があります。ギルド大会のことです。ギルド大会については、参加するしないは自由となっております。で、防衛パーティーを登録した方に関しては、大会の、戦う方ですね。に、まあ、期間を通してね、1回以上戦っていただければいいかなと。登録だけして、本番は全く戦いませんでした、不戦敗でしたっていうのはやめていただきたい。1回以上戦っていただければ、まあまあ、よしかなと。で、今のところ1回って人はいないですね。まあ、大体、前回に関しては全員、全日程、戦っていたと私は記憶しております。なので、まあ、全試合戦ってくれ、まあ、都合もあるでしょうからね。その辺は、お任せしますよというところです。あれ大会のあれ見れないの？あ、ここだね。ギルド大会、前回の、どこ見ればいいの？過去、ここだね。マスターリーグ2位というところ、悲願の優勝が、惜しい。あと一歩のところでした。最後のチーム強かったね。それまでは結構防衛もできていたり、なんなり、で、いけるんじゃないのって感じはあったんですが、最後のチームはね、強すぎました。ちょっと別格でしたね、あのチームはね。ここ、あ、見れないっけ？あ、見れないんだね。です。なので、マスターリーグ1位、取ってみたいなぁ、ということですね。はい。で、あとは、何を紹介すればいいですか？何もいらない？ランク65。ランク65。それと、ランク65は前、何日か前に、上がったばっかりなんですが、頭部の物置小屋変わったぞって、これかな？見た目変わったぞという感じです。相変わらず何がしたいのかわかりませんが、まあ、完成するのを待ちましょうか。という感じで、今回は、プチ動画っていう感じになっちゃうかもしれないんですが、1ヶ月前に、まあ、メンバーね、加入してもらったばっかりではあったんですが、まあ、急遽ね、こんな感じになってしまったので、2人
募集させていただきたいと思います。もちろん、あ、そっか、あれがいるのか。ID。どっかありました？ ID 出てた？こっか。あれ？ここですね。ID 出てますね。直接申請していただいてももちろん構いませんが、まあ、コメントいただいた方が、より確実かなと思っておりますので、ぜひ、振るって。まあ、今日は1日なのでね、今日、まあ、なんとなく抜けちゃったよっていう方もいるかもしれない。でも本当はね、先月、月末の方でね、違うか、大会か、ギルド大会終わった後ですね、次はどうしようかなって皆さん考え始めると思うんですが、で、どこに行こうかなって決めると思うんですが、月変わってね、まだ、どこか決まっていない方、フラッとギルド抜けちゃったよって方は、ぜひ、うちのチームなんかも考えていただけたらと思っております。うん、まあこれでいいんじゃないかな。ね。これで、ですね。で、2名、募集しております。で、昨日の動画にコメントいただいた方も参加していただけると、申請していただけると、嬉しいかなと思っていますので、ぜひ、ぜひ、皆様、てっちゃん王国のこと、よろしくお願いします。というわけで、本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。